ます。トランペットパートのティンパラタケルです。フォーカスは中学3年の最後の県大会の時にフォーカスを知りました。学校でみんなに見る時にフォーカスが結構話題になってて、ライフガード2が解散して新しいチームができて、なんかどういうチームなのかなみたいな、そういう感じです。それで後から家帰って調べたりしたら YouTube も結構出てて、それで結構知りました。もう達成感とあとダンスがどうとっていう感動がもうめちゃめちゃ良かったです。プレイヤーとしている位置でも圧がすごく感じれて、演奏してても気持ちがいい、演奏面で言ったらもう本間さんっていう怪物がいるので、それをお手本にして、追いつくように頑張りたいですね。制限もあったから、それまで多分うまくできてなかったのが、やっと貪欲にみんな求め続けてきてて、で今年も多分新しくなったっていうのも含めて、さらに上に向けて頑張ってるなっていう感じですか。やっぱこういう環境でしかこんだけ詰めてできないなって思ったんで、環境大事だなと思ったのと、結構不安はあったので、ここで一気にグッて締めれてよかったので、こっからどう変われるか大事かなって思うので頑張ります。楽しかったです。でも悔しかったです。頑張ります。いや、全体通して、みんなとのバーベキュー、それとフルアンサンブルがすごく印象的に残ってます。楽しかったです。ありがとうございました。感動しそうなぐらいで、つかずっと笑ってたし、俺多分いいランだったなって思います。本当にこの合宿でみんな成長したし、なんかいろいろ深いところも人間的にもなんか成長できるシーンがたくさんあったのかなと思ったので、とても充実した夏合宿でした。お疲れさんです。またね。その瞬間瞬間って大変じゃん、ね、いろんなものを乗り越えてきてるしさ、いろんなものを置いてきてるしさ、だけどね、後から見た時に、後から振り返った時にこの時間の意味が出てくるのよ。だからいろんなことあると思う。でもね、精一杯過ごした、精一杯立ち向かったことは絶対残るから、いろんなこと言い訳しないで、どうにかポジティブにやっていくといいよ。もうね、理由なんかそこらかにあるから、自分で変えていく。これは別にマーチングとか関係ないです。今の頂点の人たちって何が違うかって言ったら、当たり前のこだわり方が違うのよ。普通ならここでいいでしょっていうところが気になってくるわけ。そういうちょっとしたこだわりみたいのが自分の中でね、積み重なっていったら、気がつけばいろんなものが変わっている。気がつけば、例えば普通の人が振ってるこのバットの振り方と、大谷選手が振ってるバットの振り方絶対違うのよ。そこにミソがある。
通にキャッチボールしてるはずなのに全然違うのよ、こだわってるポイントが。だから一緒で、自分の中でここは絶対みたいなのをいくつも持ってるといい。それが柱になってあなたのパフォーマンスを上げる。そのためにはイメージだとかこうかなというのをずっと持ってなきゃいけない。ちなみに僕は今日皆さんにね、合宿で会うために、僕今のドラ DCI のロット何回も見ました。何が違うんだろう、今の音をする原因は何だろう、ずっとそれを探ってるわけで、私もここに来るまで皆さんにこう自信持って言えるために準備してきてるのよ。同じなの、皆さんだけにね、もう好き勝手やってるわけじゃない、好き放題言ってるわけじゃない、皆さんに何が用意できるか僕なりにやっぱ考えて、ここにいる皆さんそうですよ。だからさっき今日何度も言ってるでしょ、あなたの知らないところであなたのためを思ってあなたのためにやってる人が必ずいるから、いろんなことでね、やっぱりこういうこともね、ぜひ意識しながらやるといい。2つ言っちゃったね、いい、自分の中でこだわり持ってください。でぜひあなたの前で動いてる存在をちょっと意識するといい。で最後に振り返った時にもう一回言うよ、振り返った時にすごく大きな意味持つと思う。だからまずみんなも大事に、自分も大事にしていくといい、積み重ねていくといい。そしたらね、1ヶ月後の結果が変わってくる、変わってくる。そのために5分でいい、10分でいい、もう3秒でもいい、3秒でもいい、いい。モチベーションなんかいらない、やるかやらないかだから、やれば変わるから。モチベーションなんかにね頼るようなね、あのクソみたいな理由作るな。モチベーションがないじゃない、3秒やらなかっただけじゃん。分かる、いい、そこはね変えていくといいよ。いや皆さんはとってもいいところにいる、もしかしたらね人生の中でね、こんなに嬉しい瞬間って指折りだよねっていう瞬間に立ち会える今、多分僕はチケットを今ね今日皆さんは受け取ったと思ってる。でここをどうするかはまたこっからね、もうショーはもう今日独り立ちしたのを僕はすごく感じたのね。あとは皆さんがどう作っていくか、どう組み立てていくか、どう入っていくか、どう一歩ね体入れていくかと思うので、ね、1ヶ月後目指してどうぞちょっとだけなんかやってみてください。いい、10年後振り返った時にすごい良かったなって絶対思うから。はい、ということでお疲れ様でした。3ランクぐらいもう今日のこの2日間で全員が可愛くなったと思います。